ソーダを注ぐタイミングですかね。スプーンを回して香りが立ったらというふうに気をつけています。なんかウイスキーが香りを立ててもういいよと知らせてくれているような気がするんですよね。ウイスキー本来の味わいを損なわないようなソーダ割りを意識しています。